バルカン群は、水星の内側の安定な帯を肯転する、仮想的な小惑星の群である。1915年に、その存在が否定された、仮説上の惑星バルカンにちなんで名付けられた。バルカン群の小惑星はこれまで発見されておらず、存在するか否かもはっきりしていない。もし存在するとしても、非常に小さく、また明るい太陽の近くにあるため、検出は、 難しいと考えられる。また太陽に近いため、地上からの探索は、白明治か日食の時にのみ行うことができる。バルカン群の小惑星は、直径約100メートルから6キロメートルで、おそらく重力的に安定な帯の外縁近くの円形軌道にあると考えられている。バルカン群が発見されれば、惑星の形成の最初期の物質や、 初期の太陽系の環境に対する洞察を与えてくれる。太陽系内の他のすべての重力的に安定な領域には天体が発見されているが、ヤルコフスキー効果等の重力以外の力や太陽系形成初期の惑星移動の影響等がこの領域にあった小惑星を駆逐したのかもしれない。水星より内側の軌道に位置する天体は何 世紀もの間、想定され、探索されてきた。ドイツの天文学者、クリストフ・シャイナーは、1611年に、太陽の前面を横切る、小天体を観測したと確信したが、これは後に、太陽黒点であったことが判明した。1850年代、ユルバン・ルベリエは、水星の軌道を詳細に計算し、近日天才差運動に予測される値との、 小さなズレがあることを見出した。彼は、水星の軌道の内側にある小さな惑星か小惑星間からの重力の影響を仮定し、このズレを説明した。その少し後、アマチュア天文学者のエドモンド・ラサカー・ボールとは、ルベリーへの仮定した惑星が太陽を横切るのを観測したと主張した。新しい惑星は、すぐにバルカンと名付けられたが、再び観測されることはなく、 水星の軌道の得意な振る舞いは1915年にアインシュタインの一般相対性理論で説明された。バルカン群の名前はこの仮想上の惑星に由来する。ラサカーボールトが観測したものはおそらく別の太陽黒点であったと考えられる。回帰日食の際には地上からバルカン群を探索することができる。バルカン群が存在するとしても 近くにある太陽の強烈な光のために検出が難しく、また地上からの探索は、白明治か日食の時にしか行えない。1900年代初めに日食の間の何度かの探索が行われたが、バルカン群は発見されなかった。日食の間の観測は、現在でも一般的な手法となっている。太陽が光学系に損傷を与える可能性があるため、 これらを探索するために伝統的な望遠鏡は用いることができない。1998年、双方に搭載された3つのコロナグラフから構成されるラスコからのデータが分析された。その年の1月から5月に集められたデータは7等級より明るいバルカン群の存在を示さなかった。これは小惑星が水星と同じアルベドを持つとすれば、 直径約 60km に相当し、特にスケール相対性で予測される 0.18au の距離に大きな小惑星が存在する可能性を否定するものではない。バルカン群検出を目指すその他の取り組みには地球の大気による妨害を避けるために、白明治が地上と比べてより暗くより成長になる高度に危機器を設置して行われたものもある。2000年、 惑星科学者のアランスターンは U-2 偵察機を用いてバルカン群が存在し得る領域の観測を行った。高度は2万1300メートルで白明時に観測が行われた。2002年には彼とダンドゥーダは海 A-18 戦闘機を用いて同様の観測を行った。彼らはモハーベ砂漠の上空1 5000メートルを3度飛行し、 サウスウェストユニバーサルイメージングシステムエアボーンを用いて観測を行った。このような高度でも大気はまだ存在しバルカン群の検出に支障を及ぼす。2004年地球の大気圏外からの画像を撮影するために弾道飛行が試みられた。1月16日ニューメキシコ州ホワイトサンズからベルコムと名付けられた強力なカメラを積んだ。 ブラックブラントが打ち上げられ10分間の飛行が行われた。この飛行では高度27万4000メートルに達し5万枚の画像が撮影された。技術的な問題のせいでどの画像もバルカン群を探査するのに用いることはできなかった。アメリカ航空宇宙局の2機のステレオ衛星のデータの探索でもバルカン群の小惑星を見つけることはできず。 直径5 7トルを超えるバルカン軍の存在は疑わしいとされた。メッセンジャーはバルカン軍に関する証拠を提供する可能性がある。損傷を避けるために常に危機を対応とは別の方向に向けており機会は限られるが、すでにバルカン軍が存在し得る領域の外縁の画像を撮影している。バルカン軍は 水星の軌道よりも小さい軌道長半径の安定な軌道を公転する小惑星の群である。近日点は水星の軌道より内側にあるが、軌道長半径がはるかに大きいサングレーザーのような水星は該当しない。緑色で示した領域にバルカン群が存在する可能性がある。バルカン群は水星の軌道より内側で、 重力的に安定が0.06から 0.21au の範囲の帯に存在すると考えられている。太陽系内の同様の安定体では、すべて天体が発見されているが、放射圧やポインティングロバートソン効果、ヤルコフスキー効果等の重力以外の力によって、もともと存在していた天体をこの領域から一掃してしまったのかもしれない。もし存在するとしても、 半径1トル以上の天体がわずか300個から900個残っているに過ぎないと考えられている。バルカン体の重力安定性は一部には近隣の惑星が一つしかないことによる。その点においてはエッジはスカイパーベルトと体をなすものである。バルカン体の外縁は太陽から約 0.21au の距離にあると考えられる。 この距離を超えた天体は、水星の重力の影響を受けて、不安定になり、数億年の間に、水星横断小惑星の軌道に移動する。内縁は、明確には定義されない。0.06au より、内側の天体は、ポインティングロバートソン効果とやる、コフスキー効果の影響を受けやすく、また 0.09au の距離でも、表面の温度は、 岩も蒸発する線形以上に達するため寿命が短くなる。バルカン体の体積は小惑星体と比べると非常に小さい。バルカン体における天体同士の高いエネルギーでの衝突は頻繁に発生し天体は破壊される。バルカン群の小惑星が一番存在しそうな場所はバルカン体の外縁近くの円形軌道である。バルカン群は 10度以上の軌道傾斜角を持たないと考えられる。水星のラグランジュ点に捕捉された水星のトローヤ群も同様に存在する可能性がある。バルカン群の小惑星が存在するとすれば非常に小さいはずである。以前の探索、特にステレオによる観測によって直径 6km 以上のものは存在しないことが確認されている。最小の大きさは 約100メートルで0.2マイクロメートル以下の粒子は放射圧に吹き飛ばされ70メートルより小さい天体はポインティングロバートソン効果によって太陽に引き寄せられる。この上限と下限のためバルカン群の小惑星の大きさは1キロメートルから25キロメートルである可能性が高いと考えられている。これらの天体は赤く輝くほど高い温度になる。 バルカン群は、鉄屋にっけるのような高い優点を持つ元素が非常に豊富であると考えられている。また、個体の岩と比べて、温度の変化が激しく、ヤルコフスキー効果を受けやすいため、レゴリスではできていないと考えられている。バルカン群の色やアルベドは、水星と似ており、また太陽系の形成の初期段階から残された物質を含むと考えられている。水星は、 その進化の比較的遅い段階で大きな天体と衝突したという証拠がある。この衝突は水星の近くとマントルの大部分を剥ぎ取り、水星のマントルが他の地球型惑星のマントルと比べて薄いことを説明する。もしこのような衝突が起こっていたとすれば、生じたゴミの多くは未だにバルカン帯を好転していると考えられる。 天体の全く新しい分類の一つである。バルカン群はそれ自体で興味深いものであるが、それが存在するのか否かを発見することは、太陽系の形成と進化に深い洞察を与える。もし存在するとすれば、惑星の形成の最初期段階の物質が残されている可能性があり、地球型惑星、特に水星が形成された環境を解明する手助けになる。特に、 もし、バルカン群が存在しているか過去に存在していたとすれば、これらは水星への衝突体が多数存在することを意味し、水星の表面を実際よりも古く見せているはずである。もし、バルカン群が存在しないことが判明すれば、惑星の形成に新たな制約が置かれることになり、内太陽系では惑星移動のような別の過程が働いていたことを示唆する。 ありがとうございます。